める。前に進むことしか知らない。あなたはどう？あら、あなたの格好ボロボロね。次は成功を目指すであります。騎士としても役割を果たします。今回チェインクロニクルのメディアファクトリーコラボでグレタ役を演じさせていただきました、野中愛です。グレタは見た目はとても美人なのですが、なんでしょう、ちょっと勝ち気なところがあって、結婚相手は自分で決めるっていう、こう強い意志を持った女の子というお話を聞いたので、私普段どちらかというと垂れ目の女の子だったり弱い子を演じることが多かったので、こういうグレタという役をいただけてとても嬉しかったです。ストーリーの中ではセリフがもっといっぱいあると思うのですが、今回収録したのは少なかったので、その中でこういかにグレタのその勝ち気な部分を表現できるかというところで、技とかも結構強めに言えたので気持ちよかったです。出演が決まった時はとても嬉しかったです。トレフルさんもチェインクロニクルさんとコラボしていて、トレフルのメンバーも声優としても参加されているというお話をずっと聞いていて、あとトレフルさんの主題歌の絆の物語も大好きで、トレフルメンバーの石川由依ちゃんと一緒にラジオをやらせていただいているので、その話をいつも聞いていたので、今回出演が決まって嬉しくて、歌も好きです。絆の物語も、はい、とても皆さん歌上手ですよね。カードが出てくる時のなんていうんですか、エフェクトっていうんですかね、そういうのもすごいなと思って、なんか今時のスマホのゲームってすごいんだなってびっくりしました。はい、三上さんは同じ事務所の後輩なのですが、いつも会ったら笑顔で朗らかに挨拶してくださって、世間話とかも楽しくしてくれるので、とても可愛い後輩だなって思って見ています。で、三上さんもそうですけど、私も今回グレタだけじゃなくて他のキャラクターもたくさん声を当てさせていただいたので、三上さんはどんなのやるのかなとか、こうお互いキャラのこう表を見せ合ったりとかして、はい、三上さんがどうやったのかもぜひちょっとチェックしていただければなって思います。チェンクロファンの皆さん、こんにちは。今回グレタ役以外にも様々なキャラクターを演じさせていただいていますので、ぜひ野中愛の全部のキャラクターを仲間にしてください。以上、野中愛でした。バイバーイ。